今度は普通列車が行ってきます。見た感じやっぱり船橋駅にはなかったありません。船橋駅あるけど海神駅にはないんですね。残念です。完全に10編成ですね。完全型多いな。さっき成田まで行きましたけど、3500型が多かった。西船駅です。西船駅は8両化してされてますね。ここに8両という位置もありますし、ここに8両の停止目もあります。女子トイレもあります。男子トイレもすぐそこにあります。あと西船から東中山って本当に短くて、もう歩いていっちゃいましょうよ。歩いていきます。自分は歩くんだったらいいと思います、個人的に。あ、じゃあ電車乗ります。多分東中山は駅構内に置いてるんですよね。てか前もそうだった気がするんだよな。映れないんですよね。どこ？ああ、こことここに赤色がつきましたね。あとここ。西船降りなくてもよかったかな。80周年のありついてますね。80周年か。特急なんで東中山を通過してしまうという。6両停止も4両。いや、この基準ってどうやって作られてるんですかね。ちょっと私には理解しがたい。でも制限速度60がかかってますんで減速しざるを得ない。残念な駅。これは津田の駅ですね。おー、いいですね。京成本線ってカーブ多いから床に撮影できる。やっとした。3500型。可能なんでしろ。めっちゃ暖かい。さすがですね。
もう着きました。東中山駅、使われることがあんまりないような気もする。この運転台悲しいです。ここで快速の対比があるのでワンちゃん戻ってこれますね。ちょっと急ぎましょうか。駅スタンプはどこだ。あったあったあった。ここですかね。ここに肌色がつきました。あ、ここにあった。あ、上の白い悪魔。ちょっと今惜しいことしましたね。あそこにあったんか。残念残念。あと中山行って現在からして終わりですかね。あとは会社に戻れば OK です。簡単ですね。あんた中山駅です。多分ここも行けそうなんですよね。八郎川この人が走るか多分行きますと思います。行けると思います。ああでもあれか、そうか、こんな踏み切るのか。ここ見てください、京成線でまだ残ってるんですよ。こんな踏み切り、千葉県のこんなとこ、ここら辺に。もうあと何か所、あと大桜と鬼越とかいろんなそこら辺にあるんですよ。なのでまあ楽っちゃ楽です。いやでもこういう風情あるの感じがなかなかいいですね。駅スタンプ、あーあっちにあった。ほらこういう風に渡れるんですよ、駅の中だけど。反対側のホームにありましたね。じゃあスタンプをして戻りましょうか。よいしょ、いけた。よし。あー、黄色の部分ですね。じゃあ、船橋駅に戻りましょうか。行っちゃいや、一回開通で出とこう。もったいねー。じゃあ、時刻表をもらって行きましょうか。という感じで。いやー、こんな踏み切って本当にいいですよね。個人的には好きです。多分こんな踏切でも外したら八両編成から切れると思いますよ。ここはいや開人駅だな、問題が。多分八両化しても輸送力あまりもう過剰供給でダメですけどね。まあ人口が増えることはもうないので多分もうないでしょうね。ここが八路編成になることは、かすることは残念ながら。まあ待ちましょうか。つらまいきですし、しかし東中山に降りたのでかかったな。船橋駅まで行きます。
要ないな。ここは楽しいでしょ。楽しいんだよな。ああ、まさかもう3700だった。ああ、惜しいな。帰っていっちゃいましょう。スタンプどこにあるかな。あったよし、行っちゃいましょう。え、まだここに来られてんだ。今更だな、本当に。お、電車できた。大事、え、村橋駅が一番最後に向かった気がする。個人的には、特定は何がもらえるんだ。ちょっと、何かな、誰かくらいでようかな。じゃあちょっといらないんで、まあ、欲しいやつ、欲しい人は欲しいって言ってください。ここの京成村橋駅で待ってますので。というわけで、今回のこのタンペラリー企画は終了です。あとは他にあるけど、あ、そっか、あ、パト無人乗車していきました。ああ、かわいそうに。というわけで、じゃあうちは帰ります。ご視聴ありがとうございました。